ケット第264回、出演眉村拓、そして片岡桜子でお送りします。今週も先週に引き続き新春ビッグ対談をお送りします。作家の星新一さんをお客様にお迎えしています。26年間で1001本のショートショートをお書きになった星さん、今夜はご自身の作家としての歴史も踏まえて SF の歴史についてお話を伺います。こんばんは、前村拓です。この1月はお客様星新一さんに来ていただいているわけでございますが、今日はその第2週目であります。どうぞ。こんばんは。先週はあのショートショート1001本に絡んで、ショートショートの作り方というかその苦心などをお伺いしたわけですが、今日はあの SF のですね、せっかくのあの来ていただいてるんですから、その初期の頃から現在までという感じでいろいろ伺っていきたいと思います。まあ、あの私は今となれば SF はだいぶ初期の方からいたことになるんですけども、だ僕はもうあの同人雑誌に、あの SF の同人誌に入った時には普通に星さんは作家活動を開始してられたわけで、そのあたりの私自身の知らない辺から伺っていきたいんですが、初めはやはりあのなんかあの本なんかで読ませていただくと、空飛ぶ円盤研究会に行かれたのが最初だったんですね。まあそういうことなんですね。はい、あの昭和30年ぐらいになりますかしらな、東京のうちの割と近くに空飛ぶ円盤研究会、まあ今で言えば UFO になるわけですけど、はい、まあ、そういうものの研究会があるっていうんで、はい、まあ出かけてったら結構みんなが熱心に話し合ってしまう。でその中に柴野匠さんっていう、はい、名前、はい、今女性的ですけども、現実には男性ですけども、その人が SF の雑誌を作ろうなんて言い出して、はあはあ、その頃僕は SF とは何かも知らず、いたら SF とは何かって聞いたのが、まあ、思い出されるわけですけども、はあはあ、そんなことがきっかけで、UFO から SF の方へと関心が移ったわけですね。そうですね。そういえば、空飛ぶ円盤研究っていうのは、今、まあ、直接 SF と、まあ、しかしやっぱり関わりあるんでしょうけども、僕ら行った時もやっぱり空飛ぶ円盤研究会の人は入った自分でも来てられたですね。うん、まあ、あの UFO っていうのはなんかあることはあるらしいんですけども、うん、手がかりというものがまだはっきりつかめないし、まあ、未だになんか解明が十分ではないし、ね、なんかモヤモヤしたものがあって、はい、SF だとなんかそれを勝手に自分で作っていける作れるからっていうので、なんか欲求不満の解消の意味もあったんじゃなかったかな。しかもあれですね、SF のその頃の、宇宙人ですね、同人誌ができたわけで、まあ、僕はその36号か7号ぐらいに入ってますが、ああ、まあ、3年ぐらい経ってるわけですね。ああ、そんな経ってますか。だから初期の頃の宇宙人っていうのは、後で見ますとこれは全部投射版で、うん、今みたいなあのワープロとかのない時代ですから、うん、でもああいう投射版の雑誌でそれしか SF の専門誌がなかったわけですね。なかったですね。はあ、しかもそれでちょうどあの第2号かなんかで星さんが書かれた、うん、セキストラスカですね、確か、うん、あれがエドガー・ランポさんに認められてデビューされたということで、昔の宝石という雑誌に今転載になったんですけどです、ね、あの雑誌はあの探偵小説の雑誌だったんで、はあ、SF はあんまりページ取ると悪いような気がして、まあ、ショートショート形式になったのも案外そんなところに原因があるかもしれませんですね。で僕はあの星さんの初めて読ませていただいたのはその宝石のところで星さんの特集がありまして、うん、なんか地下に住んでる老夫婦がなんか水道を開けたら血が出てきて、その血を打ってなんか生活していくという話ですかね。うん、でも随分あれみんな短かったはやっぱりそうですね、探偵小説の雑誌だったからですかね。うん、あとランパさんがなんか目次を賑やかにしたいから迷子をかけらんと言われ、はあ、こっちもなんかついいい気になって書かれちゃったということはありますね。やっぱりそれで何号かのうちに非常にメンバーが増えてきたわけですね、あの宇宙人の方の、うん、結構時間かかったんじゃないですかな、三井さん、それから手塚治虫さんなんかも入ってこられたりして、まあ、手塚さんはもっと前から活躍してましたけど、はい、
あ、そんなことで、まあ、だからその宇宙人が出て、それから3年間の間っていうのはぼちぼちこう増えていった、うん、という感じなんですね。じゃあその後の話は、あのこの音楽の後ということにいたしまして、今日も星さんからリクエストをいただきますが、何にいたしましょう。ブルーカナリア、すなわち青いカナリアですか。はい、星さんには今日は SF の歴史をこう伺おうというわけでありますが、先ほどまあ宇宙人という同人誌ができて、うん、それからまあだんだんとその SF っていうか、まだあの自分は空想科学小説という人多かったですね。まあそうですね。そういうのを集めてきて、だんだんこの SF で通るようになってきたのはいつ頃からでしょうか。さあ、それ昭和35、36年かしらんな。そうね、僕はちょうど宇宙人に入った頃にまだ SF と言っても通用しするかしないかだったですから。でもまあ本当にそれからだんだんあの SF が盛んになってきたんですけども、いわゆるあの高度成長期に入って、はい、いろんな余裕ができて、あと未来はどうなるんだろうなんていうようなことも考える人もできてきましたし。そうですね。そういえば1960年代から70年にかけては、まあ、ちょうど高度成長の真っ最中でもあって、うん、で未来に出てくる技術はどうこうっていうのを SF 作家がかなり一生懸命研究した時期じゃないですかね。あとあのソ連の人工衛星がボカンと上がったのが、はあ、あれがかなり助けになったって言っちゃ変ですけども、なんかありましたな。そうですね。プラスでもあの自分にみんな SF 関係者以外の人は未来をそのバラ色バラ色って言ってましたでしょ。まあ言ってる人が多かったですね。で、まあ、SF 関係の人がだいたいお調べて、うん、あんまり楽観的なこと言わなくなって、でまあこの70年ぐらいになってしばらくしてくると、この様相は今度逆になってきましたですね、うん、やっぱだからその辺は SF 書きたちが未来についてあの人と反対のことを言ってるわけですけど、うん、どうなんですかね、あのやっぱり SF っていうのは高度成長のおかげで助けられたのか、それともまああの時流に乗ったのかという感じがあるんですけどね。僕なんかは割とバラ色の未来学が流行った頃に逆書いてましたから、かえまあやはりそれでも利用したことにはなるでしょうな。そうね。結構なんかその言うと人が分かってくれましたでしょ、うん、話って、ああの新聞なんかに載ってるあの話かということで、うん、でもそれがずっとやってきて、もうそれこそ1975、6年から80年にかかってくると、うん、まあ、SF 自体も広がってきたせいもありますけども、あんまり言ってもなんかああまたかというようなこと、まあそうですね、あとアポロが月に着いたりすると、なんか宇宙があんまり神秘的でなくなってきましたからね。あの10人も SF 作家を書くことはないだろうと言ったのは、まだあんまり SF が知られてなかったということで、うん、あれからずっとやってきたから星さんの例の名言が出まして、もう未来はもう古いという話が出てましたですね。なんか散々やらされた時期ありましたもんね、未来予測を。いや今でもまだ新聞あたりによっては、まあ、このとこへ来てなんか急にまたちょっとまた近未来って言ってますけど、割に最近の書き手の方から言うならば、その近未来というのはあんまり意味な一生懸命書かなくなりましたですね。なんか冒険者なんかに行っちゃったりしてますね、主流が。一つの僕なんかの場合は、あの近未来を70年代に入るときにだいぶ書いて、うん、書いたんがほとんど外れちゃって、またそんな恥書くの嫌だから書かないだけですけども、うん、でもただ一個人で調べるにはとてもそれもありますね、ダメというぐらい広がってきましたですね、うん、それだけに、まあ、あの SF の読者の方も、まあ、随分変わってはきてるし、書き手の方も変わってきたんですけども、うん、書き手も一時はなんか10人いなかったんが今も、まあ、随分ありますね。今ですね、星さんはでもあのあれですか、あの、まあ、誰でもしばらくの間出てきた若手の、まあ、作品は一生懸命読みますけども、うん、現在もやっぱり読んでられますか。僕はもうとても手が回らなくなって、今話題作ぐらいは読みますけども、もう翻訳物なんかはなかなかもうつけないですな。でまた読んでてピンとくんのもあるし、うん、全然なんか、まあ、面白いんだろうけどもわからないっていうのはあって、随分ありますね。その意味ではしかし、あの星さんは、まあ、あの今の若手といえば新井素子さんを発見された人ですから、ね、うん、そういう新しい感覚には相当ついては言ってる感じなんですかね。いや彼女はなんか特別みたいですね、まあ、ですか、若手の中で。いやそれはなんかもう完全にそのアイドル作家という言葉が出てきたそうで、うん、まあ、昔は作家というのはアイドルというのもんではなかったはずですからね、まあ、その辺だけ世の中も様変わりしてきてということだと思うんですけど、だから彼女の場合はやはり
アイドルと言われながらも基礎がかなりちゃんとできてるようなとこありますね。ははは、むしろ問題はひょっとしたら読者の方かもしれないんで、それをお伺いする前に次の曲参りたいんですけど。では、オーマイパパという曲をお願いします。まあ、SF 史を語っていただいているうちに、なんか現代の方に来たわけですけどね。この頃のなんかまあ書き手もそうでしょうけども、まあ、もちろんあの書き手は読者でありながら書き手というのは増えてきてるわけ、元からそうなんでしょうけども、随分なんか世間の様子とおよびそれからの SF 読者というのは変わってきましたですね、まあ、僕なんか最初は SF といえば、まあ、小説の形式を取るものとまあ思い込んどったわけですけども、はい、今になってみるとまあ劇画なんかのものすごいもんでしょ、書き手は。そうですね、一時はなんか SF というと小説のことだったんですけども、そのうちに SF 小説という言葉で、まあ、SF 映画があるんだから SF 小説があって当然だとなって、あと SF アートというのもできますね。だから SF というだけではもうダメなんで、 SF 小説というのはその当の作家たちが認めてしまいましたですね。それとあとアニメもあるし、はい、あのプラモデルなんかもあるし、あとテレビゲームも SF 的なのは随分あるでしょ。そうですね、なんか見てるとほどにテレビゲーム、それからのいわゆるあの何ですか、いわゆるいろんなこうテレビゲームならぬそのテーブルゲームですね。ああ、そうですね。なんかの方になったらあれ SF でも分かってんとバカバカしくてできないと思うんですよね。でもあれだけやってて自分が SF ファンと思い込んでる若い人も多いでしょうな。なんかこの間聞いた話なんですけども、あの SF の回だと思って書いてあるんで行ったら全部アニメの回であって、それで彼は小説家読んでなかったんで全然何も分からなかったという人がいるんですよね。で劇画だってあの今度 SF 大賞取った大友克洋さんの、はあ、うん、劇画なんか随分昔とは違いますな。そうですね、まあ、理屈でこう行くんじゃなくて分かってくれる人にしか分かってもらいたくないというようなところもありますね。だからそれが結構売れてるということも、まあ、僕なんかにはちょっと想像もしなかった時代が来たということで。それと割に恐ろしいと思うのは、あの SF で、まあ、例えばあのテレパシーとか、だからテレポーテーションとか、ロボットとか言いますでしょ。で書いてると読者の方はそれはあの作られた世界というんじゃなくて、かなり現実的に受け止めてるとかですね。まあ、ユリ・ゲラーはなんかテレビであんなにやっちゃうと、もうどこまでが本物か区別つかなくなっちゃうしな。だからまああの人はロボットだと言っても、この頃ではあのなんとなしにちゃんとしたジョークとして通用するようになってきて、本当にその辺ロボットが歩いていてもみんなちょっともびっくりしないんじゃないかという気がするんですかね。その可能性ありますね。その辺でやっぱり随分変わってきて、これからまたどんどん変わるんでしょうけども、またあと10年ぐらい経ってどういうことになってるか少し楽しみなような怖いような気もいたします。それではこの辺でまたリクエストをいただきますけど、では2曲でテネシーワルツとモッキンバードヒルというのをお願いします。はい、今週も先週に引き続いて星新一さんに来ていただいておりますが、来週第3回目ございます。どうぞお楽しみにしてください。男のポケット、出演真由村拓、お客様に星新一さん、そして片岡さくら子。今夜は大合唱はブルーカナリー、エディフィッシャーオーマイパパ、パティページでテネシーワルツ、モッキンバードヒル、以上の4曲をお届けしました。この番組は日本専売公社の提供でお送りしました。